こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、 NASA 探査機が火星でとんでもないものを撃射してしまう。NASA が火星でとんでもないものを撃射しちゃったらしいよ。まあ NASA というとね、火星に行って、まあ、ずっといろいろ探査してるんやけど、なんか車みたいのでずっと移動して、まあ、いろいろ写真撮ったりやってるっちゃけども、なんと今回ね、これなんだっていうのをね、撮影したらしいっちゃんね。ではちょっとね、早速見てみて、みんなはそれを見て何に見えますか？こちらです。どう思う？わかる？この真ん中にね、まん丸い球体みたいのがあるやん。これなんと思う？アップしたのがこちら。綺麗な丸よね。石じゃないよね。岩やったら多分ゴツゴツしてるやん。丸い物体がちょっと土に埋まってる雰囲気。みんなこれなんと思う？ミルキーブルーはあれにしか見えんちゃんね。ミルキーブルーのあれとはこれです。ドラゴンボールのスーパーサイヤ人が乗ってる丸型宇宙船。これにしか見えんわ。もしかして火星にはスーパーサイヤ人がいるんじゃないの？ねえ。まあ、スーパーサイヤ人わかる人おらんと思うけども、ドラゴンボールのね、何こう、一人で乗る専用のね、宇宙船ちゃけど、まあ、ミルキーブルーめちゃめちゃドラゴンボール世代なんで、バリバリ好きっちゃけど、それにしか見えんちゃんね。ドラゴンボールが好きだからこそかもしれんけども、まあそのね、ちょっとその何、実物みたいのがあるみたいなんで、ちょっと画像探したんでこれです。見てください。こんな感じでね、一人専用の丸型宇宙船なんよね。ミルキーブルーはあの火星にあるとんでもない丸い球体の物体、これだと思うよ。断言。なんで火星にはスーパーサイヤ人が隠れ住んでる可能性があるかもしれないみたい。あるかいってね。まあ、ちょっとね、この丸い物体一体何なのかちょっとわからんちゃけども、どう考えてもこれ自然で発生するものじゃないやん。ってことは宇宙人が潜んでるのかもしれません。そう考えるとちょっとなんていうと楽しみというか、まあ地球人がおるってことはもちろん宇宙人もおるってことなんで、絶対ね、なんか文明もあったはずっちゃんね、火星にはね。まあ、いつかに人間は火星に移り住むかもしれんけども、まあ、もうちょっとね、NASA はしっかり調査して、宇宙人を公表してくださいねって。なんでやねん。まあ、ちょっとね、今日はね、いつも時事ネタばっかりなんで、たまにはこういったね、宇宙ネタ、不思議なね、ネタも取り上げたいと思って取り上げました。皆さんはこの物体、何に見えますでしょうか？不思議よね。では、ご視聴ありがとうございました。それでは。